メジロ自動車小野でございます。一番難易度が高い左ハンドルのマニュアルの動画撮影でございます。これでも左手で持ってるとウインカーが出せないという、右で持ってるとギアが変えられないというですね、なかなかのものですが、今回、アルファロメオの155Q4 でございます。155って言ったので94って言った方がいいんでしょうかね。155Q4 でございます。百全オーナー様ですね、めっきりというかしっかりと言いますか、これでもかというぐらい、整備していただいております。現在82636キロでございます。大きな不具合はなくですね、安定しております。で、純正のデッキに変えました。こちらがソニーので純正デッキ、もちろんしっかり正常作動です。エアコンの方がどうなんですかね、ちょっと使い方ちゃんと見てからこちら報告します。ステアリングもいい感じで、エアバッグなしのタイプですね。ちょっぴり踏んでみます。左ハンドルでマニュアルターボで四駆なんていうのもなかなかお目にかかれない車両でございますが、非常にいい状態で走っております。東京の朝の山手通り、土曜日の朝ですので、もうあと1時間もすれば混んでしまうかもしれませんが、現在まだ6時になってないぐらいですので、交通量は少なめでございます。はい、やはりちょっと久々に動画の撮影手こずっております。足回りと言いますか、ショックもノーマルに変えられて、マフラーもですね、一応車外なんですけどもノーマルにほど近いというふうに言われております。マフラーの方、後で写真の方と動画ですね、ちょっと説明しますが、いい感じで、全くノーマルとじゃないですかね、少し太めな感じでいいサウンドでございます。ブレーキの効きもですね、しっかりしておりまして、あと後ろシェード映りますかね、すいません、シェードついてたんですね、知らなかったです。一応ですね、オークション会場上はですね、無事故とも取れたり、ちょっとした修復と取れたりというふうな評価でございました。というのはですね、自分が仕入れた時は、修復歴ありだったんですが、その前ですかね、何週間前かに出てたオークションの時は、無事故で出てたという、検査も見抜けないに近いようなレベルの小修復があるのかなっていう感じでしょうかね。というのは、上記こちら委託販売になりますので、現状で私がメインでございますので、よろしくお願いします。もちろんですね、東京ですと近くにチェッカーモーターさんとかもあるので、整備をやってからというのも可能ですが、タイミングベルトもやってありますし、一通りもう整備は終わってる状態からの、現在になってますが、やるところあるかもしれないです。その辺はご理解いただければと思います。とにかくお安く今回は、出せるようにということで頑張りましたので、順調なままの動画のままで、2012年9月28日でございますかね、今ね28、29ですかね、という感じでございます。よろしくお願いします。目白自動車小野でございました。